皆さん、こんにちは。ゆっくりしていってね。おもちゃの携帯、トンガラ、と、ペパルーショさんよ。操作して、おもちゃの世界、家の中、を、冒険して、さらわれたオルゴール人形、チェルシーを、救出するアクションゲーム。特色としては、おもちゃとなった世界見を当時としては、高水準の 3D で、表現されている。またその世界見に合う BGM も、評価されている。上巻、下巻、ガーリ、またそれらをまとめた、ペパルーショの、福袋、ガール。ゼンマイ仕掛けの人形、トンガラ、と、ペパルーチョさんよ、は、子供部屋の郊外で暮らしている。トンガラ自慢の祖父ガールックは、その昔、子供たちに大人気のゼンマイ仕掛けの、騎士で、様々な冒険を、してきたが、今は行方知れず。トンガラの楽しみは、三四六使える従者プルンチョから聞いた祖父の、冒険を空想することと、オルゴール人形のチェルシーと、話をすることだった。子供部屋のアイドルであるチェルシーは不思議な力を持っていて、夜12時に彼女が歌い出すと、おもちゃたちは自由に動くことができる。ただし、夜明けまでに彼女が飾り時計の家に帰らないと、おもちゃたちは二度と動けなくなってしまうのだ。おや、今夜も12時の鐘とともに、おもちゃたちが息を吹き返し始めた。おもちゃ箱や戸棚の中から、おもちゃたちが続々と集まってくる。しかし突然、広場が真っ暗になった。停電だ。すぐに、明かりはついたものの、なんとチェルシーの姿が消えてしまった。その上、一部のおもちゃたちの顔つきが、凶悪になっている。どうやら屋根裏部屋に何かいるらしい。大変だ。朝までにチェルシーを、助け出さないと、おもちゃの国が滅びてしまう。トンガラは、騎士の誇りを奮い立たせ、プルンチョとロバのバロバロを、従えて、チェルシー救出に向かった。時を同じくして、ライバルのジンジャーもアイウマシルバーと共に、出発した。グラフィック。このゲームの世界はすべて 3DCG で、描かれている。キャラクター造形は子供向けの、人形劇さながらで、かの、ひょっこりひょうたん島、を、彷彿とさせる。単純に子供だけをターゲットにしたわけではなく、パッケージ裏では懐かしさを、感じさせる世界に画をされている。背景はポリゴンで描かれているのに、対し、キャラクターのほとんどはプリレンダ CG で、表現されている。作り込まれた世界に、今作には個性的な登場人物が多数登場し、説明書はその紹介に多くのページが書かれている。ゲーム本編ではあまり描写されないものの、作り込みには力が入っている。登場人物。お方のキャラクターはチェルシーを除き、香辛料をもじった名前になっている。トンガラ、と、ペパルーチョさんよ。今作の主人公。ちょっと愉快な、おもちゃたちの人気者。時代錯誤な勝ち道精神の、持ち主で、チェルシーに振り向いてもらうべく、一途に頑張っている。ペパルーチョの一族は、おもちゃ作りの巨匠によって作られ、プレミアがついているらしい。
サタマが、インタビューより、どこか滑稽で頼りない様はアクションにも、現れていて、走る時は大げさに腕を、振り、ジャンプの時はいちいち足を、バタつかせる。動きは何かとピーキーだが、そんなトンガラをいかがにして、使いこなせるかどうかが本作の、肝である。チェルシー。本作のヒロイン。トンガラの憧れの人。おっとりした性格だが芯は強い。舞台となる A の女の子の一番のお気に入りであるサタマがインタビューよりこのゲームの目的は拉致された彼女を助け出すことであるジンジャートンガラのライバル劇中では別のルートで冒険を繰り広げているらしく上下巻ともにエンディングでは惜しいポジションをかっさらっていくしかしトンガラが巧みなプレイをこなせば彼の実力を認めてくれるなど懐の広い一面もあるゲーム中、トンガラが隠しゴールに到達すると、彼との会話イベントが発生する。この時ボスステージに回復用のネジを配置し、トンガラの戦いをサポートしてくれる。決定版ソフトとなる、クックロ。では、プレイヤーキャラの一人に、昇格した。ソルジャー。香水の瓶。言いながらトンガラに声を、抱いているぜ。放っちゅうが高くわがままで。トンガラは何かと困惑しているようである。上下巻エンディング及び下巻のオープニングでは彼女のソロが堪能できる。特にエンディングはファンからの人気が高い。ゲーム内ではカジノを開いており、各部屋をクリアするとクラウン、口術をかけて残機稼ぎに挑戦できる。プルンチョ。トンガラの従者のコマ。三四郎に渡りペパルーチョの元で使えている。トンガラを何かと子供扱いしてしまう癖がある。ゲーム内では、各ステージの直前でアドバイスをくれる。下巻ではある場所で特定の条件を満たすと、幻のネジをプレゼントしてくれる。ル・ボン。ジンジャーの従者のゴムボール。プルンチョとは謎の連帯感があるらしい。ゲーム内ではプルンチョ同様、各ステージのアドバイスをくれる。ジンジャーから秘密にしておくように言われているヒントをうっかり漏らしてしまうこともオネオンとペパルーチョトンガラの父凡人だが文才があり刺繍も出しているらしい彼もまた各ステージでアドバイスをくれるのだがなぜか名前の通りおねえ言葉で喋るパズルジンジャーの師匠の絵合わせパズル全に興味がありいつも瞑想しているらしい彼も各ステージでヒントをくれるバロバロトンガラのアイロバ祖父のアイウマを亡くして悲しむトンガラのもとにプルンチョがゴミ捨て場から拾ってきたらしい上巻ではムービーに登場するのみだが下巻では彼に乗って攻略するステージが存在するシルバー神社のアイウマ主人のことを誇りに思っている。こちらも、上巻、ではムービーのみの、登場だが、下巻、では一部ステージの、隠しゴールの先に登場する。ジンジャーの命令でネジを、ボス戦に配置してくれるが、高難易度では意地悪して、置いてくれないことも。ガールック、と、ペパルーチョ。トンガラの祖父。ペパルーチョ家を起こした野心家。トンガラが夢見がちな性格になったのは、幼い頃に彼の伝説を聞き続けたのが原因だという。作中ではかなり前に行方不明になっているが、上巻、終盤では彼の怪しい影がシステム。本作は体力制で、攻撃を3回食らうことで、1ミスとなる。ステージ内に落ちている金のネジを拾うことで体力の上限が増え、最大5回まで攻撃から耐えられるようになる。残り人数が0になると、コンティニュー画面に移行する。ステージ内にはクラウン、瓶の、王冠、が多数落ちていて、これを5枚集めて支払うことで、コンティニューが可能。コンティニューしない場合は最初からやり直しとなるが、普通に遊んでいれば数十枚の、クラウンが集まり、尽きることはほとんどない。オプションで、ゲーム難易度、3段階、と、初期の残り人数が設定可能である。構成。舞台はアメリカの辺田舎にある、3人の子供が住む家、4つの部屋を攻略し、最後は屋根裏部屋にいるラスボスを、倒すことでエンディングとなる。各ステージのゴールには幅跳びゲームが、配置されている。クロックワーク、という文字が、ベルトコンベアのように流れてくる中、指定されたアルファベットの、上にキャッチできれば1ルーピーする。
ただし今作は残り人数の価値がインフレしているため、あまり旨味はない。それぞれの部屋は2つの通常ステージと、1つのボスステージで構成されている。2つ目の通常ステージには、隠しゴールがあり、難易度ノーマル以下で到達すれば、ジンジャーがボス部屋に回復アイテムを、置いてくれる。部屋をクリアすると、ソルティアのカジノを遊べる。ここではクラウンを支払って、ルーレットに挑戦でき、うまくいけば残り人数を、増やせる。ルーレットは目押しも可能だが、動きが速いため確実に、成功させるのは難しい。主人公、トンガラのアクション。トンガラは鍵を武器にして戦う。攻撃ボタンを押すことで前方に、鍵を突き、武器をパンクさせたり気絶させたりすることができる。リーチは短め。気絶させた敵は攻撃ボタンで、掴んで持ち運び、投げることが可能。これを利用して多くの敵を、連続で倒せば、1 UP することができる。方向ボタン2回押しでダッシュが、可能。発生までの暇が大きく、使いこなすに早やコツがいる。評価点。癖は C が病みつきになるアクション。本作一番の特徴は、トンガラのヘンテコな操作性である。加速度が大きめに設定されていて、初速が遅い代わりにダッシュ時は結構な速度になり、滑りやすい。思ったところにそのまま進めるわけではなく、その操作性は、スーパーマリオブラザーズに近い。コツを掴むことで上達を実感しつつ、スムーズかつスピーディな動きを楽しめるようになる。例えるなら、レースゲームでドリフトの引きやすい車を使いこなす快感に近い。ペナルティを抑えつつ、手応えも味わえるバランス。今作は残機が山ほど手に入るので、あまりゲームオーバーになることがない。高得点を稼ぐとエクステンドするが、そのボーダーは低く、数ステージ遊ぶだけで 1UP してくれる。あちこちに落ちている 1UP アイテムはステージサイト突入時も、消失しない。場所を覚えて毎回入手すれば、残機が減らなくなる。部屋クリア時のルーレットは10機以上稼ぐのもたやすく、挑戦に必要なクラウンも、山ほど手に入る。しかしステージ構成は難しめに。作られており、うまく乗り越えた時の達成感を得られる塩梅に仕上がっている。それでいてやり直しを要求させられるストレスは控えめなので、クリアの喜びを誰でも手軽に味わえるのが特徴。後年の作品で例えると、ドンキーコング、リターンズの調整が極端になったものと言えるかもしれない。10年白からはアクションゲームにおいて、残機制の撤廃が定番となっているが、そのトレンドを先取りしていたとも言える。おもちゃの世界、ゆえの多彩なギミック、積み木や汽車など、部屋に応じて様々な仕掛けが用意されている。見ていて楽しいのはもちろん、求められるテクニックが豊富で、プレイヤーを飽きさせない。ボス戦もバラエティに飛んでいる。トンガラの攻撃リーチは短いものの、間合いを考えながら敵の弱点を探っていくのが、楽しい。賛否両論点。評価点で上げたアクション性だが、もっさりしている、と批判する声も、少なくない。アクションに快適な操作性を求めるプレイヤーにとっては大きな難点となる。ただし戦術の通り、本作の聖堂はスーパーマリオブラザーズの時代から存在しており、極端に不自然な動作をしているわけではない。加速度の処理は理にかなっており、逆に操作性が良いと評する意見もある。講述する様々な UI 面と合わせるとアクションゲームとしては破綻していないが94年のゲームとしては前時代的と言った方が近いかもしれない。癖のあるキャラクターデザイン。
パッケージを見てもわかるように、本作のキャラデザは子供向け教育番組の人形劇用な造形であり、体感も独特でやや癖のあるデザインになっている。特に主人公のトンガラはセガサターン初期のマスコット的キャラとして位置づけられていたため、そのデザイン性に対し否定的な声もないではなかった。おもちゃの国の住人という設定を踏まえればコミカルなデフォルメが、効いたデザインは大きく外したものでもなく、世界見によく似合ったデザインに放っているので、好みや感性の問題でもあると言える。中間地点がない。ステージは決して短くないが、死ぬと最初からやり直しである。これも昔のアクションゲームではありふれた要素だったが、94年発売のゲームとしてはちょっと不親切である。特に、起きたら一発アウトの面は何度もやり直しを余儀なくされる。問題点、吐くすぎるボリューム。上巻最大の問題点、段稼ぎを怠らない限り、本作は2時間ちょっとでエンディングが見られてしまう。その上やり込み要素もほとんどなく、高難易度でさらに1周、2周すればやることがなくなる。難易度は3段階に分かれているものの、劇的にクリアが困難になったりはせず、プレイ時間はあまり変わらない。隠し要素といえるものは、4つのステージにある隠しゴールを探すことくらい。一応スコア計算が行われているが、理論上は無限に得点を稼げるのでやり込み要素としては成立していない。本作であることはタイトルで明示されているが、それでもフルプライスソフトとしては薄すぎる。こうなった原因は公言されていないものの、プレイステーションに対抗するため、未完成のキラータイトルを、年末商戦に向けて無理やり切り売りした、という説が、有力である。ちなみに、対するソニーも翌年に同じことをやらかしたのは、有名な話。当時のハード戦争の苛烈さが、伺える。セーブ不可能。94年のゲームにもかかわらず、進行度を一切記録することができない。一応ステージ選択は可能だが、裏技扱いである。大人が遊ぶ分には多少不便なだけで、済むものの、ゲームの時間を制限された子供が、遊ぶには問題がある。キーコンフィグが駅に立たない。今作はある程度自由に、ボタン配置を変えられるのだが、選択肢は、赤 C でジャンプ、B で攻撃、その逆、の、2種類のみ。セガサターンの商戦タイトルにもかかわらず、メガドライブ時代のボタンしか、使うことができない。親指をずらさなくて済む配置、例えば X と R、または Z と C、でプレイすることはできない。ダッシュ用のボタンも用意されていない。キー2回押ししなくてもワンボタンで、ダッシュできる機能は、前年の、ロックマン X、で、すでに実装されていたが、本作はボタン数に余裕があるのに、未実装である。本作はダッシュが反応するまでに、時間がかかるので、未実装は大変悔やまれる。総評、セガサターンをゲーム以外にも、手に取ってもらえるよう、満を持して送り出された本作。しかし急いで出したがゆえに、一本のソフトとしては薄い内容となってしまっている。本作のシステムを十分味わうには、下巻も合わせて遊ぶことが、推奨される。今から遊ぶ場合には、下巻を購入する前提で、手に取るか、上下巻のカップリング移植、福袋、の、入手がおすすめである。概要、セガサターンの発売初期に、登場した2000ボディアクションゲーム、ローンチではない、おもちゃの騎士の冒険を書いた、全年齢向けタイトルである。本作は発売前から雑誌で大々的に扱われており、サターンの発動を支える役目を担っていた。初期のサターンを代表するソフトとして、今なお愛するファンは少なくない。制作、本作品はセガサターン用に企画された最初のソフトである。当初は剣と魔法のファンタジーとして制作されていたものの、世界見に魅力がない、画面が暗い、などの理由から没を
重ねており、最終的には幅広い客層に、訴求するべく、ゲームマニアでなくとも親しめる、おもちゃの、国、という世界見に方向性が、落ち着き、そこからはスムーズに制作が、進んだといい、誰でも楽しめるように難易度を、控えめに作られている。ゲーマーの意見、消しゴム意見、ハードの性能を見せる目的で、無理やりハードの特性を使う。これは、ハード初期の作品で見られる特徴の、一つです。内容は、全4ステージ構成のベルトスクロールアクション。実際にプレイすると、ブロックを真上に投げて天井の、スイッチに当てる、3つ並んだ OK ブロックを、B ボタンで引っ張るとボス戦までの、最短ルート、ブロックでできたボス敵、奥から倒れてくる本、石鹸を滑らせて足場を、作ると、作品自体は 2D アクションですが、アーケード並みの 3D ポリゴンを、売りにしたハードの特性を、活かしたステージ構成、隠しルートや隠し倉庫と、趣向を凝らした仕掛けだらけ。これは、上巻、下巻ともに文句なしです。アガスター聖剣、定番のアクションゲーム、サターン版のマリオです。おもちゃが動いて喋るというストーリーにも、似た世界に。ステージには仕掛けがいっぱいの、楽しいアクションゲームです。90年代後半の、サターン中期頃から価格が、落ち始め、当時でも中古180円とかで、売られていました。サターンの代表作なのに、2020年代になって、正統派アクションが評価され、当時よりも高く売られています。トワイライト、ファンタジー意見。ダメで取り柄のない親父面の、ナイト風ブリキのおもちゃが、悪いおもちゃたちにさらわれたお姫様の、おもちゃを助けるために立ち上がるといったストーリーの、ステージクリア型 2D アクションゲームです。作風はトイ、ストーリーみたいで、結構私は好きでした。主人公を含む登場人物はすべて、おもちゃなので各ステージは台所や、リビングルーム書籍など一風変わったものばかり。また出てくる敵もおもちゃなのでこれまた新鮮。特にボスキャラには主人公よりはるかに、強そうな人肩からジェット機へ変形するロボットおもちゃや、蛇みたいなおもちゃ、そしてイカれた TV など、見てて面白いものばかり。悪いところはこれ一本では話が、完結できないところくらいですかね。難易度もちょっと頑張れば、クリアできる程度のもので、キャラデザインや世界観の、設定などはメルヘンチックなところもあり女性にも、おすすめです。村人意見、鍵で敵を吹っ飛ばせるのは、良いが、ステージは単調でやたら長く、チェックポイントもないのは遊びにくすぎると、感じた。また、ステージ数が少なくジャンプは、もっさりでイージーモードだと最後まで、進めないのはひどすぎると思った。
clap your hands and smile when you go, go high. All the kids are sleeping off.